では、決勝ゴールを決めました宮市亮選手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。劇的なアディショナルタイムでの決勝ゴールでした。気持ちで決めたようにも見えましたが、あのゴールシーン振り返っていただけますか？いや、もう本当におっしゃる通りで、気持ちでボールが最後魂が乗ってくれてゴールに入ってくれました。本当に良かったです。試合後は宮市コールも起きていました。ゴールが終わった後もサポーターの方に走っていきましたが、復帰後初ゴール、帰ってきたということをこう改めて実感されたんじゃないですか？まあ、そうですね、すごいこういう景色を待ってたんで、本当に皆さんと価値を分かち合えて本当に良かったです。今日は苦しい試合でしたが、最後しっかりと勝ち切ることができましたね。大きな勝利になりました。いや、もう本当にチームの総合力を本当に最後の最後まで見せられると思いますし、本当になんか諦めなければ何か変わるんだっていうものをこう少しでも本当に皆さんに感じ取ってもらえれば本当に嬉しいです。チームはこれで4連勝です。そして宮市選手の活躍も皆さんが期待していると思います。最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、本当に今日もたくさんのお客さん来ていただきありがとうございます。もう本当に皆さんの声援が最後の最後ゴールを決めさせてくれたと思うので、また次の試合もぜひよろしくお願いします。おめでとうございます。宮市亮選手でした。ファンも涙、宮市も涙という感動的な決勝ゴールになりましたが、いかがでしたか、中田さん。